東市長の小倉です政府は全国を対象としていた新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を5月25日に解除しました今後は3週間ごとに感染状況をチェックしながら外出の自粛やイベントの開催制限などの要請を段階的に緩和していくことになります緊急事態宣言は解除されましたが ここで油断をして何の予防策もなく以前のような日常に戻れば第2波として再流行する可能性は十分にあります東近市では6月1日発行の広報東近江を新型コロナウイルス感染症特集号としてこれまでの経過や感染拡大を防ぐ新しい生活様式への切り替えなど 感染症の第二波への備えや、一人十万円の特別定額給付金の支給をはじめ。現在実施している支援策などをお知らせする内容でお届けいたします。ぜひ、ご一族いただきたいと思います。なお、この広報は、緊急事態宣言の解除される前の編集であることをご承知おきいただきたいと思います。東近江市では。 6月議会におおいててて第2弾のの支援策とししこの要すすするる経費をを計上する予定をしております市民の皆さんにはコロナウイルスは決して収束したものではないことを自覚していただき引き続き予防対策の徹底を重ねてお願いいたします長い戦いになると思いますが一人一人の感染防止の実践がこの戦いに打ち勝つ最善の 対策であると考えます一緒に頑張りましょう